トマス・ネルソン・ジュニアは、現在のアメリカ合衆国バージニア出身の農園主、軍人、及び政治家である。大陸会議では、バージニアの代表となり、1781年にバージニア国知事となった。バージニア代表団の一員として、アメリカ独立宣言に署名したので、アメリカ合衆国建国の父の一人とみなされている。トマス・ネルソン・ジュニアは、スコットランドからの移民で、 ヨークタウンの初期開拓者であったトマス・スコッチ・トム、ネルソンの実際は孫であった。父のウィリアム・ネルソンはやはり植民地の指導者であり、短期間知事を務めた。ネルソンはヨークタウンで生まれ、当時の多くのバージニア人と同様に、イングランドで教育を受けた。イートン・カレッジに通い、ケンブリッジ大学のトリニティ・ホールで学んだ。1760年に卒業し、翌年故郷に戻った。 1761年には初めて、バージニア植民地会議議員に選ばれた。翌年、ルーシー・グライムズと結婚した。父方のおばは、ライトホース・ファリー・リーの母であった。ネルソン夫妻の息子、ヒュー・ネルソンは後に、アメリカ合衆国会議員を務めた。アメリカ独立戦争が近づいた1774年、バージニア総督団モア卿が議会を解散した。 ネルソンはこれに反応して作られた革命会議の一員になった。会議ではボストン広報に対する抵抗を支持する道義を支持した。翌年、イギリスの支配やロイヤリストの影響がないところで民兵の再組織化を積極的に唱えた。第3バージニア連隊の大佐に指名されたが、1775年、遅くに大陸会議代表に選出された時に大佐の職を辞した。 大陸会議における、ネルソンの最初の任期は1777年まで続き、この頃に病気で辞任を余儀なくされた。大陸会議の一員である中で、故郷に帰る時間を見つけて1776年春のバージニア憲法制定会議で重要な役割を演じた。アメリカ独立宣言に署名するときは大陸会議に戻った。定置バージニア民兵隊の司令官となり、 トーマス・ジェファーソンの後を受けて、バージニア国知事になった。ネルソン自身が、ヨークタウンの最終包囲戦に関わった。伝説によれば、ジョージ・ワシントン将軍に、イギリス軍のチャールズ・コーン・ウォリス将軍が、本部に使っている、ネルソン自身の家に向けて、大砲を放つように促し、最初に家に命中させた者にはごギニーを提供した。ネルソンは、バージニア州ハノーバー軍の息子の家で死に、 ヨークタウンのグレース教会墓地に埋葬されている。下の3事はカーネル・アイネスによってネルソンの記念のために幸福と親しみを込めて捧げられたものである。結出した将軍トマス・ネルソンはもういない。彼はハノーバーの彼の農園で今月の4日日曜日に自然に対する最後の大きな借りを返した。この偉大で善良な男の人生を飾る気高い徳を ほとんど話そうとはしなかった。彼は、人の性質に対する賛辞を言い切ることを避けられなかっただろう。男、市民、議員、そして愛国者として彼は、下劣なあるいは利己的な損得感情によっては、曇らされないまた品位を落とすことのない行動を表した。また、真の信仰、健全な博愛心及び自由な原則という誠実な性格で強く際立っていた。 市民と信教の自由に対する最も熱心なめでたのしませ。彼は栄光ある愛国者の舞台の戦闘にあって、その活動はイギリス先生政治の陰謀に立ち向かい打ち砕き、アメリカ合衆国に自由と独立の帝国をもたらした。あの、アメリカの自由への闘争の中で最も重要な危機にあって、この国が競い合う軍隊の行動の場として指定されようというときに、 議会の全会一致でこの国の徳ある農夫の軍隊指揮を取るよう選ばれた。この栄誉ある仕事に彼は終戦まで携わった。軍人として彼は疲れを知らぬように活動的であり、冷静に対応した。不幸の中でも断固として気落ちすることなく、苦悩の上にも毅然と立ち、彼の状況が過する多くの困難さに忠誠と勇気を持って戦った。 あの記念すべき年の1781年、イギリスの南部全軍がこの国の即の征服に向かった時、彼は政府の舵取りに呼ばれた。これは実に男の魂を試す字であった。彼は危険の後ろに引っ込んでこの機械を自分のために利用しようとはしなかった。反対に彼の国の者たちの先頭に立って戦場に向かった。彼の人生、名声及び 個人の運に対する危機の時に、その決断と寛大さによって、この国を救っただけでなく、アメリカ全部を全体の破滅からでなくても、不名誉から救った。この真に、愛国的また英雄的行動について、よく包囲戦に用いられた、連合軍の有名な総司令官が勇敢な、士官たちすべてと共に、豊富な証言をするだろう。彼の行動のこの部分は当時ですら妬まれ。 羨ましがられ、悪意に満ちて認められ、より公平な子孫がそれを信じられるならば、ほとんど称賛するだろう。彼の性格の素晴らしく、英雄的な部分を熟考した後で、我々が穏やかな人間性の美徳を探しその人に求めるならば、個人的生活の洗練された、慈悲深いまた社会的な性質を、その形態や組み合わせの中から、 彼の中に適切に修正され統合されているのを乱すので、お気に入りの自然詩人の言葉を借りれば、こう言うかもしれない。彼の人生は穏やかであった。また彼の中にその要素が混ざり合っていたので、自然は立ち上がって、世界中に向かい言うかもしれないこれは人間だ。バージニアシ州ネルソン軍とケンタッキーシ州ネルソン軍は、彼にちなんで名付けられた。 バージニア州高等教育委員会は1967年にトマス・ネルソンの栄誉を称え、トマス・ネルソンコミュニティカレッジと名付けた。おじのトマス・ネルソン、別名、秘書のネルソンは、トマス・ネルソン大尉の父であり、トマス・ネルソン大尉は、サリー・キャリーと結婚し、サリー・キャリーは、ジョージ・ワシントンの愛人であった、サリー・フェアファックスとは一代離れたいとこだった。本校のトマス・ネルソン・ジュニアは、 作家で外交官のトマス・ネルソン・ページ及び実業家のウィリアム・ネルソン・ページの祖先である。ヨークタウンにトマス・スコッチ・トム・ネルソンによって1730年頃に建てられ、独立戦争中にトマス・ネルソン・ジュニアが使ったネルソン・ハウスはアメリカ合衆国国定歴史建造物となり、アメリカ合衆国国立公園局の植民地、国定歴史公園によって維持されている。 ありがとうございます。